さあ、オリックスですけれども、皆さん、今日の試合は見ましたでしょうか？今回はですね、今シーズン第128試合目、9月の18日、楽天との試合についてお話をしていこうかなと思います。早いものでですね、今シーズンも残り15試合ということで、本格的にマジック5からですね、カウントダウンが始まったというわけなんですけれども、オリックスはですね、今日の試合前にワゲスパックとソタニ投手を登録して、池田龍馬選手を抹消したという感じになります。まあ、ゴールデンルーキーとですね、まあ、ベテランのレジェンド投手が先発をしたというわけなんですけれども、オリックス6対3で勝利をすることができたということで、ナイスゲームでございましたので、早速ですね、今日の試合について、まあ、振り返っていこうかなというふうに思います。で、まずスタメンなんですが、ご覧の通りということで、1番中川圭太、2番西野はもう固定ということで、昨日とですね、大きく変更はなしということで、まあ、中島監督もね、もうずっと常日頃から、できればスタメン固定したいんだというふうに言ってましたけれども、なかなかここ最近だとね、1、2番が固定できなかったっていうのがあったので、若月選手、頓宮が、まあ、特定で抹消している中で、4番にセデーニョを添えることによってですね、1番に圭太を、まあ、繰り上げて、添えることができて、2番に西野選手も好調ということで、ここね、1から4番固定できてるっていうのがすごく大きいのかなというふうに思いました。まあ、そんな中で1回の表からお話をしていきますけれども、先頭のね、小深田選手がサードに内野安打を打つんですが、島内選手をですね、三振ゲッツーで切り抜けて、まあ、入れ替える形でね、小郷選手が一塁ランナーにいて、小郷選手が走って島内選手は普通に三振して森選手が刺すっていう素晴らしい、連携プレーでございました。初回から無失点で切り抜けるということです。で、1回の裏ですね、先頭の中川圭太選手にデッドボールということで田中投手がですね、まあ、塁に出すんですが、西野選手がですね、今度は打って変わってエンドランをするんですが、まあ、顔にね、当たる寸前のボールをですね、振って空振って圭太が盗塁ということで、楽天はですね、ここ三振ゲッツになったんですけど、オリックスは圭太が結果的には単独スチールになったということで、その後もね、西野選手が進塁打をさせて、ワンアウト三塁という状態を作ります。まあ、その中で3番の森選手がですね、初球を、アウトコースのまっすぐだったかなと思うんですが、真ん中ぐらいの高さだったかなと思うんですけど、綺麗にですね、逆方向に、まあ、センターの頭を越えるツーベースということで、まあ、これでね、もう完全復活したんじゃないかと個人的にも思いましたけども、これで先制するわけでございます。素晴らしい打球でございました。まあ、打球的にもね、まず間違いなく犠牲フライは間違いないなというような当たりだったので、抜けることによってですね、もうさらに、追加点も取れるんじゃないかというような勢いでしたけども、その後のセデーニョね、惜しい当たりのショートゴロでございました。5番の宗選手もですね、ショートライナーということですごく惜しかった、形で1回の裏は終了ということで、オリックス無事ですね、1点をもぎ取るということです。そして2回の表ですね、先頭の浅村選手がセンターにヒットを打ちまして、続く岡島選手にもフォアボールを出してしまうんですが、阿部選手がですね、ショートゴロでゲッツーということで、ここもですね、なんとか無失点で切り抜けるということです。2回の裏ですね、ワンアウトからマーゴがライトにツーベースを打つんですが、その後にですね、ラオウも、ライトにツーベースということで、2点目を、もぎ取るということで、非常にね、ここも、田中投手をもう追い込むということで、連打でまあ点を取るんですけど、その後にね、野口選手もフォアボール、そして中川圭太選手も連続でフォアボールということで満塁になるんですけど、2番の西野選手がですね、ファーストゴロを打つんですけど、これをですね、阿部選手がエラーをしてしまって、3点目を追加とこういうことでございます。その後も3番のね、森選手、サードにライナーを打つということで、これね、抜けて、くれたら、今日森選手4の4ということでね、本当に、まあ、飛ぶところが悪かったとしか言いようがないんですが、これでね、サードライナーで、三塁走者も飛び出してしまい、ここはね、もう仕方がないような、まあ、そんな感じだったかなと思います。そして、3回の表ですね、先頭の村林選手がセンターにヒットを打つんですが、この後の安田選手がですね、セカンドゴロということで、この回もゲッツーになるわけですね。そして3回の裏、ワンアウトから宗選手がセンターにスリーベースを打つんですけど、紅林選手がセンター前で続けて、4点目を追加ということでございます。その後もマーゴがセンターにヒットを打って1塁3塁という状態を作ってですね、ラオウがライトにヒットを打って5点目を追加と、ここのタイミングで田中投手は降板をして宮森投手にスイッチするんですね。オリックス宮森投手にその後後続を抑えられて終了ということで、4回の表に移ってまいります。先頭の小郷選手、レフトにヒットを打ちまして、ソタニ投手がですね、暴投する形で2塁に進むんですね。その後に島内選手にフォアボール、1塁2塁の状態で浅村選手がショートゴロを打ってですね、ゲッツーということで2アウト3塁までこぎつけるんですが、岡島選手にセカンドの、まあ、非常にこのバウンドした、ゴロで内野安打で1点目をまず献上してしまい、その後に阿部選手がセンターにツーベースということで2失点目を、してしまいますということで、阿部選手のね、打球がめちゃくちゃ伸びてですね、
センターフライかなと思いきや、フェンチュクのライトにツーベースということです。そして、辰巳選手がライトに、ヒットということで、もうね、やすやすと引っ張った打球を打たれて、3失点目を献上して、ここをなんとか抑えてですね、5回も抑えることができれば、曽谷投手念願の初勝利というような感じだったんですけど、村林選手がですね、レフトにヒットを打ったタイミングで、まあ、8番バッターでしたからね、まあ、綺麗に気持ちよく打たれたところで、曽谷投手は降板ということで、まあ、ジャッジもね、非常に良かったんじゃないかなというふうに思います。まあ、なので、今日の曽谷投手は3回途中投げて3失点、球数72球、奪三振1つ、フォアボールが2つ、被安打8ということで、相当中島監督もですね、我慢したかなと思うんですが、直接、マウンドに出向いてですね、交代を告げるということで、まあ、曽谷投手の初勝利と、京セラでの胴上げ、両方ね、実現したいということで、今日も勝って、曽谷投手にも勝利をつくことができればね、一番良かったんですが、さすがに我慢ができなかったということで、降板をしたということです。2番手にマウンドに上がったのはノブということですけど、代打の伊藤幸也選手にね、フォアボールを出してちょっと、大丈夫かということで満塁になったんですが、小深田選手をセンターフライというかセンターライナーでですね、抑えて終了ということで、ここね、まあ、非常に一番、ピンチだったんじゃないかなと思います。で、曽谷投手に関してもね、今日こそ、勝利できなかったですけど、まあ、本当の本当の勝負はね、来年なんじゃないかなというふうに思いますので、今年はじっくり2軍で、ある程度自信をつけてですね、満を持してキャンプの時からですねアピールをして、ローテーションに入ってくれたらなというふうには思ってますね。4回の裏、西野選手がですね8球粘るんですけど三振ということで、ワンアウトから森選手がレフトに、ツーベースを打つんですが、4番のセデーニョがですね惜しいペンチョクのライトのフライでこの回も終了ということです。5回の表、3番手に小北投手が登板ということで、先頭の小郷選手がセンターにヒット、浅村選手にもフォアボールということですけど、岡島選手が珍しく、ゲッツーを打ってということで、この回もですね、ゲッツーで、切り抜けるということでございます。5イニング連続ゲッツーですよね。そして5回の裏、2アウトからラオウがフォアボールで出塁するんですけど、野口選手が惜しいサードライナーで凡退ということで、まあ外のねちょっと野口選手苦手なコースだったんですけど、まあ惜しい当たりをしたので、まあここはね、内容こそあれでしたけども、非常に打球としては良かったのかなというふうに思いました。そして6回の裏ですね、楽天は内投手にスイッチということで、本当にね今年の吉野部みたいなフォームをしてますけども、2アウトから森選手がライトにホームランということで6点目でございまして、今季第16号、2回の故障もありながら16号ということで、打率もね2割9分4厘ぐらいまで上がってるんじゃないかなというふうに思うんですが、下手したら首位打者もあるんじゃないかと、なんかそれぐらいね復活をしてるんじゃないかなというふうには思いました。まあね、完全に2アウトランナーなしだったんで狙ってるだろうなというふうに思ったんですが、まあ内投手もね、もうルーキーから吉野部のフォームを真似してっていうことですけど、今年吉野部がフォームを変えて内投手もフォームを変えるっていうことで、本当にねそのあたりも追随してるなという感じでしたけど、貴重な6点目を、追加して、ここでもうほぼ勝負ありというような感じでしたよね。8回の表、6番手に宇田川投手が登板をするんですけど、先頭の島内選手にフォアボールを、与えてしまうんですが、浅村岡島を三振で抑えて、そして阿部選手にもフォアボール1塁2塁という状態で、辰巳選手を三振で切り抜けて無失点ということで、これねアウト全部三振なんですよね。これがやっぱ素晴らしかったということでございます。そして8回の裏ですね、ワンアウトから野口選手がフォアボールで出塁をするんですが、エンドランで中川圭太選手がですねレフトにヒットを打って2塁3塁という状態を作ります。大城選手がですねその状態でショートゴロを打ってですね、中島監督がかなり悔しがるという場面がありましたけど、結果的には森選手を申告敬遠で、満塁でセデーニョと勝負ということで、セデーニョもね惜しいショートゴロでしたけども、村林選手の守ってる位置がさすがだなということで、この回は残念ながら、点ならずということでございました。9回の表、7番手に山崎総一郎投手が降臨ということで、まあ大城選手がですね最初のアウトをセカンドゴロうますぎる、処理ということで、ここね素晴らしかったですし、その後もね総一郎は連続三振ということで、無事勝利、オリックスはマジック4ということで、明日からのロッテとの、最後の首位攻防、ここで連勝することができれば、京セラで初めてオリックスバファローズとしては胴上げをすることができるということなので、明日明後日、このチャンネルでも配信をしていきますけれども、まずは東投手が先発をするということなので、ここにかかっているのかなというふうに思っております。ということで、今回のお話は先ほどまで行われました、128試合目の楽天戦の試合についてお話をしていきましたけれども、皆さんいかがでしたでしょうか。今日はね現地で見ているよという方もいらっしゃると思いますし、明日明後日行きますよという人もいるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひコメント欄を通じて教えてもらえたらなというふうに思っております。ということで、今回のお話は以上とさせていただきます。最後まで聞いてくれて本当にありがとうございます。次回もオリックスについて語っていこうかなというふうに思いますので、チャンネル登録と、そしてグッドボタン、ツイッターのフォローなどなど内卒よろしくお願いいたします。それでは今日もありがとうございました。